はい。はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。今回はですね、やっとですよ、連絡が来ました。サーフェイスラップトップ2の連絡が来たので、今から取りに行ってきたいと思います。はい、じゃあ買ってきました。はい、サーフェイスラップトップ2です。正直もうちょっとおしゃれな感じの箱かと思ったんですけど、まんま丸見えの状態ですね。いやー、楽しみにしてましたよ。ということで、開けていきたいと思います。それでは開けます。おー、このシンプルなマークだけ。おお、あー、軽いですね。ちょうどこれが今まで使っていたサーフェイスプロですね。ほら、大きさはもう一目瞭然ですよね。こっちが10点ちょっとだったかな、大きさは。で、今回のが13点ちょっとなので、もう全然違いますね。で、ほら、厚み。全然違う。すごい。なんかこの、なんでもそうなんですけど、新しいの手に入れた時に、この表面にフィルムが貼ってあるじゃないですか。これをいつ外すかが重要なんですよね。これの外すタイミングを間違えた時の、なんだろう、テンションの下がり具合と言ったら。いやー、嬉しい。あ、でもこれ外さないと開かないね。よし、外しちゃおう。うわー、おー、黒かっこいい。ちょっとじゃあ開けてみます。どうやって開けるの？お、うわー、はい、違いますね。なんか、うわー、あ、ここは噂通り触り心地がいいですね。キーボードがまあそれでもちょっとちっちゃく感じはするんですけど、まあどうなんでしょうね、使ってみないと正直分かんないですね。そしたら電源を入れる前に残りの付属品をちょっと見てみたいと思います。AC アダプターですね。おお、まんま新品だ。わ、薄っ。わ、これだけですね。では早速電源を入れてみたいと思います。ここだ。さあ、
出てきましたよ。選択した言語で続行しますかと。そうですね、一番最初の設定からちょっとなりますね。ということで、どんな感じか触ってみたいと思います。特に何も出てないから、とりあえずはネットにつないでみましょう。はい、じゃあ今 YouTube の方を開いてみました。そうですね、とりあえずどれか見てみましょう。うわ、画面がでもでっけー。わ、音がいいぞ。こんばんは、エルカチャンネルのショーでーす。いやー、スムーズですね。画面大きいし、音声全然違う、びっくりした。で、いろんなこれのレビューとか、なんだっけ、ラップトップ2の、スペックとかがいろいろあるんですけど、詳しいのはちょっと僕わかんないので、まあ気になる方は調べてみるといいと思うんですけど。はい、ということで今回の動画はここまでです。今から前のサーフェイスプロからラップトップ2の方にいろいろとこうデータ入れ替えしたりとか、ちょっと用意するものがあってちょっとバタバタするので、これで今日は勘弁してください。ということで、俺にかかってこい。